カシュガル市は中華人民共和国新疆ウイグル自治区、カシュガル地区に位置する研究市である。同地区の主府が設置される。人口の80%は土着のウイグル族など、少数民族が占める。カシュガル大都市圏人口は120万人に達する。古くからシルクロードの要衝として、またイスラームの拠点都市としても発展し、国家歴史文化名城に指定されている。 タクラマカン砂漠生誕に位置するオアシスト市で中華人民共和国際生誕の町である。天山山脈の麓に位置し、標高は1200メートル。地勢は平坦で土地は肥沃であり、桃、ぶどう、いちじく、あんなどの果実を産出する。中央、アジアやインド、中国本土から伸びる交通路が交わり、古くから交通の要衝であった。 1999年12月、南津吉鉄道のコルラカシュガルカンが開通し、ウルムチ他中国各都市からの鉄道アクセスの基盤が整った。タシュクルガン、クンジュラブ峠を経るカラコルムハイウェイで、パキスタン北部フンザ、キルギットとヤルカンド、ハルギリクを経る心臓航路で、西チベット、アリ、プランと結ばれる。砂漠気候に属する。 年間降水量は64.0ミ、mm、リメートルにしかならず、1年を通して非常に乾燥している。夏季は暑く7月の平均気温は、摂氏25.6度、日中は30度を超す。冬は寒いが1月の平均気温が低く、摂氏5.1度とウルムチなどに比べるとそれほど厳しい寒さではない。八海道、日ジ旧九京を管轄、古代には、 ソロク国の国土であった。タリム盆地周辺には古くからトカラ語系の人々が住んでいた。ソロク国もその一つである。強度が強情の時代にはその間接支配を受けたが中国が統一され、漢が西方に進出して西域徒府を設置するとその勢力下に入った。その後も中国の勢力が後退すると重税や突欠など北方民族の間接支配下に 落ちたり、党が安政と語府を設置すると安在四鎮の一つである。ソロクはタリム盆地南部を通るシルクロード南路の要所であり、この地を訪れた党の現状はソロクを仏教が盛んな国であると記述している。党がタラスカ藩で破れた後は、共にリュルク語話者のカルルクに属するオキシ国が領有していたが、北方のモンゴル高原で、 特決に変わったウイグルが9世紀に水没して、キルギスに滅ぼされ、ウイグル人が退去生戦してタリム盆地に入った際に、オキシ国も服属したとみられる。ウイグルは土着の都から五系民族と混血し、この地の言語はトゥルク化する。さらに10世紀には、最初のトゥルク系イスラム王朝であるカラハンアサの勢力がパミール高原を越えてカシュガルに伸び、その王都となったこともある。 宋代には、キッタ丹族が建てた西洋に属し、現代には、チャガ大半国のバイトとなり、秋代には、ヤルカンド半国に属した。このような歴史の中でカシュガルは、イスラム化したウイグル人の中心的都市となる。新代に入ると、県流帝の新疆征服により、カシュガル直令州が設置され、新疆南部を統治する三、三大人が駐在した。新末の混乱期には、 高官土半国から来たヤクブベックがカシュガルを拠点に一時、タリムボンチ一帯を支配したが、サソ相当により討伐されている。新朝滅亡後、1913年にソロ区県が設置され、1933年から翌年にかけて短期間であるが、東トルキスタンイスラム共和国がこの地に成立したこともある。中華人民共和国成立後、年には、 ソロク県からカシュガル市が分岐された。1986年対外解放され、同時に国家歴史文化名城に指定された。市内にはカシュガル畜養政公所が設置されている。ウイグル族が多い土地だけに民族問題を抱えており、2014年7月には中国最大の精神寺であるエーティガール寺院のイマームのジュメタヒール氏が殺害される事件が起きている。 中国人民解放軍蘭州軍区に所属する、新疆軍区の第六自動化不評師団司令部や武装警察部隊、新疆生産建設兵団3個師団が駐屯する。エーティガール寺院、かつてのカシュガルの統治者暴く、ジ者一族の墓、イスラム色あふれるバザールが観光の中心である。郊外にも仏教国宝坦との戦いで戦死した。 カラハンアサオハンアルスランハーンの墓や古代遺跡が多い。隣国パキスタンからの観光客が最も多いが2番目に多いのが日本人である。古代より続く巨大なバザールでは食料や衣類などの生活物資、家畜、電化製品はじめ中国や周辺諸国の特産物が販売されている。郊外の観光地としてはカラクリコウパール村の月曜バザールなどがある。 新疆カシュガルで連続襲撃事件19人死亡政府弾圧への報復か大気元日本。http コロンスラッシュスラッシュ www.epochtimes.jp スラッシュ jp スラッシュ2011スラッシュ08スラッシュ html スラッシュ d773774 html2014 年1月19日閲覧。 中国最大モスクの指導者、殺害される新疆ウイグル。afphttps コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュ arti cles スラッシュスラッシュ30220662019年5月1日閲覧。ありがとうございます。